私の欲しかったもの。どうしたん？ほっぺた。棚、あ、ちゃうわ。高木やんな。関係ないやろ。え？顔知ってるやつおったらいちいち声かけんの。高木は？なんで聞き返すね。やって、な泣きながら歩いてたら気になるやん。泣いてない。あら、なんでほっぺた押さえとるん？痛いん？触んな。なんなん？そう。わかった。触らへん。あら、見してみ。むっちゃ赤いやんか。ちょっと腫れてるやん。家帰ったら冷やすから。そう。送ったろか？いらん。男と関わりたない。じゃあ女やったらいいってこと？それかゲイやったら。ちゃう。送らんでええって。なあ。ほっぺ誰にやられたん？親父？なんで？まあ家こっちやないやろ。は？なんで家知ってんの？いや、家は知らんけど、この辺やったら俺と小学校一緒のはずやん。引っ越してきたとかあるやろ。あ、そうなん？そうやん。え？じゃあ今これどこ向かってるん？先輩インチ。あ、先輩って一人暮らし？まあ。やったら俺も行きたい。はぁ？アホな。なんで？かっこええやん、一人暮らし。タバコ吸いたかったら吸ってええよ。いや、持ってへんし。吸うわけないよ。お前噂いろいろあるけど、いい子ちゃんやな。瀬能みたいなガキに言われたないわ。お、クラスちゃうのに知っててくれたん？瀬能マキオやろ。知ってるわ。結構目立っとるやん。
学校で。別にそうでもないけど。これやったん彼氏やね。なんか変なことされそうになって拒否ったら殴られた。男ってみんなああなんかな。おかしいんはうちなんかな。なきゃあるか。そいつ全然いい男とちゃうぞ。辛いかもやけど。そもそも別に好きとかじゃなくて。はあ？なんか先輩の紹介で成り行きっていうか。嫌いやった？ちゃう。一番好きなもんが出てきたからビビった。カキピーが？変なやつやな。俺も食おう。よ、ほっぺ大丈夫な？まあね。そうか。てか、こないだのこと誰にも言わんでよ。ん？こないだって、泣いたことか？泣いてへん。お、マッキー、おはよう。おはよう。てかさ、昨日のサンガの試合見た？見てへん。いや。あのサンガやばかったよ、シュート。ほんまに？言ってたね、すごいで、もう。見てみんなそうするわ、もうあれはやばい。やってもた。
彼氏とは別れられたんか。一応ね。揉めんかったか。まあ、よかったな。まあすぐ次の彼氏できるんとちゃう。いや、一生おらんで。一生？私苦手なんよ、ああいう。ん？触られたりベタベタされんの。しかし一生って極端な。お前あれやな、彼氏のせいで男嫌いになった？それだけじゃちゃう。起こした？水。あれ？よいしょ。ここで終わり？んな殺生な。次の缶貸してよ。もうここまでしか持ってへんし。じゃあ早く買うてよ。いや自分で買いや。そんなん殺すからすぐなくなるやん。バイトしたら？バイトか。なあ、美恵子も一緒にしひん？うち？瀬直くん。次どうやで？うん。瀬直くんの教科書持ってきたし、早行こう。ありがとう。ほなね。あ、ほな。その教科書。聞きたいことあんねんけど。何？瀬能くんと付き合ってんの？付き合ってないけど。ほんま？うん。やったら。あんまし仲良くせんとって。瀬能くんのこと好きな子いっぱいおるんやから。せや。そんなん私の自由やと思うけど。はぁ、あ、ちょっ。わちいや。なんなん。わ。なんか、マッキーと仲良くせんとってって言われてんねんけど。誰に？三人に。三人？教科書持ってきてくれた子。ああ、ほんまうざかったんやけど。俺も今日クラスのやつに聞かれたで、高木と付き合ってんのかって。しょうもな。っていうかそいつお前に気があんねん。まあ、あいつ男嫌いやでって言うとったけどな。みんな好きやな、そういう話。恋愛とかに必死すぎ。相変わらず冷めとるな。でも俺、美恵子のそういうとこ気に入っとんで。学校の人ら幼すぎって思うもん。まあみんなええやつやけど。マッキーは見た目と違って子供らしさないよな。俺大人が好きやからな。まあそれが子供なんやろけど。早大人になりたいわ。マッキーとやったら、
男とか女とか考えずに一緒におれる。この形が続けば、いつか終わるもんも終わらんようになるんやろか。高一ね。一応聞いときたいんやけど、君らカップルじゃないん？違います。その予定もありません。じゃあシフト合わせたりせんでええんやね。はい、全然。それじゃあ初めは二人一緒に仕事覚えてもらうから、明日から来てもらおうか。はい君人の顔覚えるの得意な？はい。この商売向いてんで。ほんまですか？うん。ありがとうございます。ほんまに？わしの後輩たちやからな。え、そうなんすか？そう、わしも100万遍なんや。あ、ええ。お待たせ。うん。なんでそんな綺麗なの？逆になんでそんな変なの？右？いや、あ、回す？いや、回すと外しいの。ん？右？あ、いや、ちゃうちゃうちゃう。逆や。いや、変やって。外したら取れてまうやん。いやいや、取れてまうやなくて。もう変やもん。変やないや。変やって。合ってるやん。あ、合ってない。いや、外しいな。いや、いやいや、最初からやりって。はい。今日何するんやろ？せやな。なワクワクするわ右ゆるなよ。え、ゆるい？うん、そう。なんかええな。ええか？まあ俺の方がええけどな。はじめまして、福永です。どうも。ちょ、店長だけやないのこの店？なわけあるか。二人とも高一なんやろ？若いなあ。よろしく。よろしく。よろしく。瀬能さんと高木さんやんね。なんかあだ名とかある？あだ名？うん。ああ、座って座って。ああ、うん。俺マッキー。マッキー。うん、こっちは高木。ブー、ミエコ。ブーやん。マッキーと、ミエちゃんか。俺はエイジ。永遠のエイに慈しむ。って、なんか自分で言うとはずいな。エイちゃん、エイやん。いや、めんどいからエイジって呼ぶわ。ちょ、年上に。ええよ、エイジで。こいつ元やんなくせに妙に気遣いやねん。ちゃうし、なんでそんなこと言うの？仲いいねんな、二人。付き合ってるの？死ぬほどよく聞かれるけど、ちゃうで。ああ、そんなよ。な、元やん。元やんちゃうって言ってるやんか。見つけて。元やんなんや。変な印象。見つけといて。サボっとるんか？すいません。お待たせしました。はい、うん、えちゃん、これよろしく。はい。あと料理運べる？うん、これ2つなんやけど。はい、気ぃつけて。すいません。あ、少々お待ちください。おー、ごめん。ありがとう。またお越しください。うん、またね。またありがとうございます。お疲れ。いや、変な人やったな。ん？変なお客さんやったな。あの人すぐ潰れたな。あ、ゆでたこみたいやったな。なあ、まあ可愛らしいっちゃ可愛らしいけど。そうやけどな。あ、これちゃう？え、エイジの車。ほんま？これちゃう？
これじゃマジか。でかない？こんなでかいの？絶対高いやん。嘘やん。まあ、早乗りたいんやけど。席もすごいで。なんか革？レザーか？フェイクレザー？ほんま？ほんまもん？ほんまもんかな。開ける？腰開ける？いやいややめときや。これ革具まで触らんとってな。はい。はい。よし。ほな、買い出し行ってくるわ。はーい。そや、エイジの車ランクルっていうやつらしいわ。ええよな。また言ってる。俺も原付やめて車買おうかな。せやったら免許取れるのもっと先やんか。うわ、そうや。え、どうしよう、ミーコ。ランクルやろ？なんかええな、好きなもんあって。いや、ミーコもあるやろ、好きなもんくらい。え？ほら、カキピー1年分とか。いや、好きやけど、いらんわ。ほんまに？よう考えてみ。うん。ない。ないんかい。てかバイトここで正解やったな。せやな。まかないうまいし、基本運ぶだけで楽やし。あとAちゃんがいい人やしね。てかすぐAジと打ち解けたな。若い男警戒しとったくせに。そうなんよ。いや、テンション高。最初に握手した時も全然嫌やと思わんかってな。男子と握手とか絶対したないのに。学校の奴らとはなんか決定的にちゃうことあるんかもよ。結婚しとるとか。いや、わからんね。でも、学校ちょっと中性的な感じせん？ゲイとか？ああ、あり得る。今のってもしかして俺のこと？なんでわかったん？え、ほんまにそうなの？なんでわかったん？どこで？仕草？どこってサクッと認めたな。今時の子やから言うても平気かなって。なんかごめん。あ、ごめんとかちゃうよ。あの、自覚したのも最近やし。最近な。なんか店長かっこいいなって。それはやめとけ。わかってるって。あの、狙ってるんじゃないから。おもろいな、エイジって。ほんまやな。ヒュータン、二人が初めてや。初めて、もろたわ。なんなん、それ。ん？カキピー食う？あんた、なんでいつもカキピー持ってんの？いや、好きやからに決まっとるやろ。あ、もうちょっとしかないな。よし、手出し。え？ヘイ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 、エイジも手だし。あ、いいの？うん。私の欲しかったもの。ハハハハ。
I get another access. I'm not the one who acts.